直感的かつ感情的なものなんですよね。はい、おはようございます。さすがメンタルピンクの院長松井祐介です。本日は S. N. S. と性被害というテーマで。えー、っとですね、いろいろお話ししようかなと思います。で、SN、S. N. S.。と、性、被害というテーマですけど。まあ、ちょっとお題をいただいたので、まあ、それについてちょっと。 ざっくりですねお話したいので、まあ、このこのテーマでですねちょっとお話ししようかなと思います。で SNS ってどういうものかっていうとですねこの SNS の本質を皆さんどういうふうに答えてるか考えてるかによって何、えー、て言うのかなこの問題をどう考えるかによるんですけどちょっとうまく言えてないですね。 SNS ってそもそも何なのかっていうとですねまあ LINE とかですね X とか TikTok、えー、この YouTube もそうっちゃそうですけれどもあのー、まあそうメッセージ交流ですよねだからメディアマスメディアではない、えー、プロではない人たちのメッセージ交流とかになるんですけれどもどういうものかっていうとですねその本質はですねまあ誰でも使えるってことなので直感的 かつ感情的なものなんですよね。だから誰でも使えるしすごくこう心にググッときて面白いと思わせるようなものだから直感的で感情的なものなんですよ。つまりそもそもですね我々が目指している精神科医が目指しているですね論理的 かつ倫理的であることと、まあ、相反するんですよねそもそもだから精神療法の基本は感情に支配されずに論理的であること、えー、でいろんな視点で多角的に考えることかといって主観がないとか多種多様であればいいってわけじゃなく正しさがあるよ倫理的という倫理 である道徳的であるっていう正しさはあるんだよっていう話をしてますけどまあこういうことですよねそれとででですすすねね sns 結構違うんんよよ、ね、逆なんですよだからだからこそですね集団の病理みたいな形で、えー、誹謗中傷が出たりですね直感的であるがゆえにバズも起きるんですけれども誹謗中傷とかですね えー、炎上とかが起きたりすするわけですよねこれはすごく感情的だしそれが集団の病理のようなことが起きる集団の狂気みたいなことが起きるってことですよね。ということになります。でプレイヤーもですねまあ,あの幼い人たちが主役になりがちなんですよね。幼いなはいらないかな。だだから多種多種様であるんだけれども 多多種多様の中にですね幼い人たちが多様に含まれるってこと,です、ね、幼い人とかあの、まあ、感情的に発してしまう人たちとか対抗してしまってる人たちとか感情のコントロールができない人たちっていうことでこういう場だから感情のコントロールを放棄してしまっている人たちとか、まあ、そういう人たちがいますね。でこういう中ではですねまあ何あて言うのかな だから短いテキストで意味深なことを言うんですよね。増田はやっぱり分かってない。てんてんてんみたいな。<laughs> <laughs> 何がだよみたいなさ。言ってやりたくなるんだけど、お前何が分かってんだよバカとか言いたくなるんだけど、まあそういうなんかことじゃないんだよね。分かってないんだとか。なんかこう反、その、ね、その中でなんか含まされていて、なんか相手をね、あの、大きく見、見、 見てしまうような、こちらの弱いところとかを突かれるとなんかすごく大きく見えちゃうとか、まあそういうことも起きがちですけれども、まあ実際はその、匿名的な相手へとですね、まあ対面した際、僕らっていうのはついですね、自分と似た存在を、まあ、 想定しがちなんですけど実際はそんなことはなくて多種,多,種多様な人たちでまあで誹謗中傷とかする人たち結構幼い人たちが多かったりしますねだけどその事実に気づかずですね勝手に傷ついてしまうっていうのもまああの SNS らしさし人間の愚かさというか僕らも同じ人間ですから愚かな感じってなりますよね。うん でまあ、とにかくその複雑な議論がしにくいですよね SNS っていうのはそういう問題があるなと思います。で性的な被害とか性的な問題とかにはどんなものがあるとかっていうことですけど例えばですねリベンジポルノ。あの元恋人とか知人によって、まあ、性的な写真とかですね動画が拡散されてしまうとか。 最近だとフェイクニュースフェイク動画すらありそうですね合成されてまあそういうことをすることとか脅しや恐喝とかあとネットストーカーですねストーキングの被害とかあとグルーミングですねえー、だからこのネットの中で優しい人を演じて関係性を作くり、えー、よ呼び寄せて性的 暴行とかですね性的行為に及ぶとかあと家出の援助を行うとかですねまあそういうものがあったりとかですねあとは性的な嫌がらせとか売春ですね違法売春、えー、売春の斡旋とかぐこのグルーミングと重ね合わせでいろんなことをやったりしますねうんあとは嫌がらせ詐欺とかね だからまあこういうものが全部複合的に行われ複合的に組み合わされて嫌がらせが起きたりするよということですね。はいで精神科医はじゃあこういう中でこういう SNS 上でどうあるべきかということなんですけどもあの僕はですね、まあ この SN の sns 本質ををを理解しした上でそれを応用てて我々を振る舞うべきだと思ってますつまり直感的で感情的であることが SNS にとっては有用だし人気者になりやすかったりいいねを集めやすいし拡散されやすいんですけどもその逆をやり続けるっていうことなんですよねやり続けることで僕らは存在を示していくっていうことが大事だったりします。あとは あの匿名ではなくて実名でやるだから短絡的ではなくて複雑なことを伝える感情的ではなく論理的でいること匿名ではなくて実名であることそして倫理的道徳的であることでひその教育的であること誹謗中傷に対しては様々な人間の立場があることたとえ犯罪者であっても加害者であっても死刑囚であってもですね彼らには彼らの事情があって同情すべき余地が 残されていいるととうことだけどそれだけではなくてよその背景には被害者もいるっていうことだね。ででそういううい中で、まあ、きちんと、えー、振る舞うかといって論理的倫理的だからそれでいいのかというとわけじゃなくてですね SNS の特性を理解してですね専門用語を避けてシンプルな表現を使うとかですね、えー、その双方向のコミュニケーションの場所を作るとかタイムリーな問題を扱うとかですね えー、そういうこともまあ大事なのかなと思ってます。えー、っていうことですね。で、まあ、僕はですね、あのー、昔 SNS って2010年ぐらいから始まるんですけれどもあの僕個人としてはですね昔やってなかったんですよ。 SNS の初期は実はやってなくて自衛隊にいたんでなんか怖がってやってなかったんですよね。公務員でやってたらこう危険なんじゃないかと思って触れてこなかったんですけれどもまあ開業してからはですねあの広告的な目的もあってあの積極的に使ってます。特にですねあの患者さんへの疾病教育に有効だってことがあの分かったというか教えてもらったので2019年の12月から YouTube を始めてますし2000 2十2年の3月からはですね、えー、オンラインコミュニティをやってますし、えー、まあいろいろやってるって感じですねはいのコミュニティもやっ運営をしたりとかもしてますオンライン自助会家族会ですね、えー、っていうのがまあ僕自身の活動ですねあとなんだろうね感情的倫理的でえっ、ー、と 実名顔出しでしっかり自分の言葉を伝えるとかですね道徳とか倫理とか社会問題も含めているで精神医学っていうのがですねあの決して診断して薬を出すだけではなくてカウンセリングとか精神療法的なものも重視するそして精神療法カウンセリングっていうのはただ心を扱うとか優しくするとかではなくて社会問題とか教育的な側面があるその社会の問題を考えていくその人の背景を考えていくその人がなぜそういうことになったのかその社会的な背景 をしっかり考えていく。で、時には教育的に伝えていくこともやってるしてますね。だ、本当になんか社会を恨むとかね、一緒にその、えー、自責的な患者患者さんとか多発的な患者さんをですね、一緒に。 自責し一緒にね社会をに対してこんな社会お,おかしいとかを患者さん目線で一緒に言ってても治療は進んでいかないんでいや社会には社会内のルールがあるし社会はこうなるべくしてなってるんだってこともねあの伝えながら、まあ、じゃあその中でどうやって生きていくのかを一緒に考えるとかねあとはそのジレンマを一緒に耐えるとかね、えー、そういうことをやったりしてますよってことだよね。あとはその sns ででよよくく出てくるののがウェルテルテ効果のお話ですよねだから自殺報道はどうするのかえあとはゴールドウォータールールとかもつまりその精神科医は専門家であるがゆえに芸能リポーターとかタレントのようにですねこの人はこういう人なんじゃないかとか言ってはいけないというルールですよね、は。い だから専門家であるがゆえにその発言には責任を伴うので普通のタレントの人とかテレビの人が言ってるようなことを同じことをしちゃいけませんよという倫理規定ですね。でウェルテル効果っていうのは自殺報道とかをしてしまうとですね、えー、若者の自殺が増えてしまうそれに引きずられて芸能人も死んだんだから私もっと言ってこう引きずられちゃうことが多いっていうことをウェルテル効果っていいますけ,どもけれどもこの報道のあり方とかも、えー、考えていかなきゃいけないよということですかね。 であの結局ですね最近テレビやマスコミの,その力が失ってるとか言いますよねあので実際その売り上げも下がってきていてテレビマス新聞オードメディアと呼ばれるものの広告収入が減ってるし存在感落ちてきてるんですよ。そういう中で、えー、専門家がですね あの専門家によるだからテレビとかが新聞がですね専門家にしっかり取材をして、えー、情報発信するっていうのが難しくなってる一方ですね専門家が直接だから、S、我々専門家はですねその SNS 上でどのように情報発信をしていくのかでジャーナリズムの観点からどうやっていくのかってことも、まあ、考えなきゃいけないだろうなと思います。<laughs> であのー、結局、その SNS の中でですね再生回数とか炎上とかあ再生回数を伸ばすとか登録者数を増やすとか、えー、ではなくこうそういうことを目指すというよりは存在感を持ち続けることが僕は重要なんじゃないかなと思ってるんですよね。だから単純にそのいっぱい見てもらうことが大事なんじゃなくてですね しっかり心の中に存在し続けるってことだが大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。だからこういういろんな人が言ったりいろんなことを言ったりとか危険なことを言ったりですね、世の中嫌だなって思っちゃう中でですね、正しい意見を言い続けるとか、あのー、こびずに生き続けるとかですね、<laughs> まあそういうことって大事で、そういう人がいるんだと思うとですね、やっぱりこう、 なんていうのか数字には数字には現れにくいんだけれども大きな治療効果が生むと思うんですよねそれはまあ,あの自分たちの経験上も分かると思うんですよね毎日見てる YouTube とかね動画よりも昔見た映画の方がしっかり心に残っていることってあるじゃないですかそれと同じであの僕らも存在感があればいいってことなので、まあ、あんまりあのバズを狙いに行かなくてもいいんじゃないかなとは思いますけどその分その自分らしさとか えー、自分たちが大事にしているものをしっかり体現していくってことが重要かなとは思いますね。うんえー、ということでした、はいなんか。ざっくり話しましたけど、まあ、なんかなんか雑談っぽい話をしましたね。はいえー、ということで今回は SNS と性被害というテーマでお話しました。では今回のですねあの宿題はですね、まあ、こういう SNS の特徴を踏まえてですね えー、その良い,い点悪い点を皆さんと共有したいしそういう中でまあ精神科医 YouTuber という存在が出てきてですねどういうふうに今後振る舞うって欲しいのか振る舞うべきなのかを考えてほしいなと思います SNS の良い点悪い点そしてその中で SNS を利用したインフルエンサーたる精神科医ない、えー、し心理士カウンセラー、えー、支援者たち福祉の人たち誰でもいいんですけど まあ、我々治療者支援者たちがですね。どのように振る舞うべきなのか、振る舞ってほしいのかを書いてください。はい、3つですね。良い,い点、悪い点、どう振る舞うべきか振る舞ってほしいかはい、えー、では。以上で今度があります。えー、もしこの動画見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンチャンネル登録。とシェアの方よろしくお願いします。